小学生からのお便りです。僕がいくら払えばクロスプレイは実装されますか、東京都にお住まいの小学生さんからのお便りです。お便りいただきありがとうございます。30円でできる、お小遣い30円じゃきついな。お小遣い30円じゃ難しいな。そうだね、今からクロスプレイを例えば作るってなったら、とりあえずプログラマーを雇うところからですね。クロスプレイの対応するプログラマーをまず一人雇う。で、その人が、だいたいそうだな。まあ、新規で入ったとして、即戦力で、だいたい9ヶ月ぐらいでやってくださいという感じ。で、月人月100万でいきますか。80万ぐらいかな。80万ぐらいの、9ヶ月。で、それがまず人月だけど、プラスグラフィッカーUI 作る人と企画を考える人はまあ3ヶ月ぐらいかな。3ヶ月ぐらいでまあ人月40万ぐらいでいいわ。40万ぐらいで、一人一人のまあ80万か。これ3ヶ月。3ヶ月プラス90万。で、実装デバッグの期間が、デバッグ会社にお願いして、つってもこのデバッグ会社のちょっと予算の話をするとちょっと荒れすぎるんだけど、まあ、オンライン系なんで、特定の地域だけじゃなくて、関東、関西、北海道とかね、遠くの地域とのオンライン対戦のデバッグを行うっていう期間が、まあ、大体1ヶ月ぐらいですかね。1ヶ月ぐらい設ける。で、8人プレイの、オンライン対戦のチェックをするから、日によっては、9人分の稼働が必要。9人か8人ぐらいの稼働が必要。というか、台数が必要ですね。なので、まあ、ちょっと時期によってはかなり多めのお値段になるね。で、まあ、それが最短で実装できたとして、そこから、オンラインの、そうなんだろうな。まあ、今入ってる仕様、今入ってるオンラインの仕様って、プレステだったらプレステの機能、スイッチだったらスイッチの機能、スチームだったらスチームの機能を使っているから、その機能を取っ払って、新規の、まあ、関数というかね、別の仕様に差し替える機能、期間が必要。これが PS4 で、まあ、2ヶ月ぐらいでいける？ 3 ヶ月ぐらいかかるかな。で、スイッチも、まあ、とりあえず3ヶ月だとして、PS4、スイッチ、スチーム、Xbox でそれぞれ2、3ヶ月ぐらいかかると。で、これ各会社の移植会社に依頼する形になるので、まあ、大体その会社さんの、担当の方、プログラマー1人に依頼するわけではないので、プログラマーの方と企画というか、やり取りする方とも入れて、まあ結局半年間ぐらいの契約、更新契約になって、お値段払っていくってなると、にゃんにゃんにゃん万円とかになって、それかけるプラットフォーム分と。で、それでようやくまあ実装ができたなってなった後に、今度必要になってくるのは、毎月の費用ですかね。毎月の費用ですかね。毎月の費用がかかるんですよ。クロスプレイをやろうと思ったら。要するに、サーバーを立てる必要がある。何らかのサーバーを借りるというか、で、そのサーバーの費用は普通に毎月レンタルでお金が浮くことになるので、それが、まあ結構場合によってはとんでもねえ額がかかると。だから毎月毎月赤字を垂れ流していくと。で、加えて、そのサーバーを立てるっていうか借りるって言ったけども、そのサーバーとの検証というか、どのサーバー使うみたいな検討の期間は多分2ヶ月ぐらいはいるだろうな。で、これがいい、あれがいいみたいになって試行錯誤するっていうパターンから入るだろうから、どんなに急いでやっても1年以上はかかるだろうし、まあ、各社の、関連会社の分を1年以上やるっていうと、まあ、余裕で奥にはなっちゃうんですよね。額としては。それはそうなのよ。で、いや、奥行くか？ギリギリ行かないで行けるか？行かないで行けそうだな。ちょっと絡む会社次第だけど、まあ、ぼちぼちの額になると。で、その後毎月お金を垂れ流していく感じになっていく。で、一番やばいのが、どっかでクロスプレイを終了するって言ったタイミングで、クロスプレイの機能をオフにする修正作業の期間が必要なんだよね。オンラインできませんってなると困るから、元のクロスプレイがない状態に戻す設定を作んなきゃいけないけど、まあ結構大変なんじゃないのって思うけど。まあこれは要するに何が言いたいかっていうと、ロールバック対応だろうが何だろうが同じなんだわ。要するに、作り直しになる。作り直しになるから、作り直しになるっていうのは各社さんとの
ゲームを新規に1本作るだけの額がかかるよって話なんだよ。その、例えばだけど、まあ、ちょっとあんまり他社さんの話をするの良くないけども、グラブルバーサスさんが今度ロールバックに対応するって話あるじゃない？で、なかなか対応されなかったなって思う人もいるかもしれないんだけど、あれは対応するのまずすごい大変だし、今言ったみたいに普通にこう、新作1本分作る以上の、というか作るお金がかかると。アップデでどうとかいうレベルではないのよ。だから、商業というか、普通に考えた場合に時期とかもあるだろうし、新作扱いにするっていうのは正しい。偉いなと思います。偉いというかすごいなって思います。そう、オフにするのもコストが必要ですね。で、別タイトルになってくると、そうなんだよね。今度はその、なんか、ものによっては、その契約の更新とかでまた金がかかったりする。それこそその、キャラの音声、声優さんというかその、収録した音声ファイルも、この音声ファイルは何に使っていい音声ファイルですよっていう、まあ当然契約というかね、そういう契約で使うことになるんですけど、新作タイトルにしたら、その金額は、再使用料というかね、またお払い、お支払いすることになって、まあ要するに何が言いたいかっていうと、新作分だけお金がかかるんです。簡単な話でもないんだよね、意外と。で、たまに、例えばそのユーザーとかが、モッドとかで勝手にロールバックにするとか、こうスーパープレイはあったりするんだけど、勝手にクロスプレイはね、まだ聞いたことがないね。で、勝手にロールバックは、そのやっぱりサポートとかがない状態で、要するに適当な実装でいいっていうレベルだったら、ものによってはできるかもしれない。けど、まあその、まっとうな状態の実装にはならんので、まあ、なかなか難しいし、それはその、無償で作られてはいるけれども、明らかに、すごい技術力のある人が好きだから、本来だったら、毎月人月100万、200万とか払われるような内容のことを趣味でやって、なんとなく違法というか、良くない状態で出して、こうヒーローになりたいっていうね、人がいるのかもしれない。まあちょっとこの辺は話すと長いけども、まあまあいろいろあって、まあ基本的にはクロスプレイは難しいんじゃないのって思う。だから、最初からそのクロスプレイ前提で動いてるゲームと、そのクロスプレイを後から足そうっていうのだと、まあだいぶの話が変わってくる。ゲームの売り上げって、まあ毎月ちょこ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 売り上げが入ってくるんだけども、なんだろう、毎月今月は何本売れましたみたいな感じになると思うんですけど、さすがにやっぱり初動が一番売れるわけよ。で、初動で売れて、そっから、こっから、まあマックスの持ち、パワーとしては、このゲームはこれぐらい回収できそうですね、というイメージが湧くわけよね。なんで、こんぐらいアップデートしていっても、収益的には OK だろうな、みたいな、なると思うんですけど、今言ったみたいにクロスプレイに対応しようってなった時は、ちょろっとやるみたいなレベルのアップデートではなくなってしまうかな、感覚としては。かなり重たいことになる。キャラクターを1体足すとかいうレベルではない。クロスプレイに対応するのと、2006だから、キャラクター8体追加分ぐらいとクロスプレイ実装が多分同じぐらいですかね。俺の感覚ですけど。どっちがいい？キャラクターが8人増えるのと、8体増えるのと、クロスプレイに対応する、どっちがいいみたいな。8体で済むかな？もうちょいかかるかも。まあ、ちょっと微妙なラインなんですけど、結構ね、この辺難しいんですよ。だから、最初からそれ前提で動くのと、後からやっぱり追加でっていうのは、なかなか難しい。で、やっぱあれなんだよ、これは日本のゲーム開発のスタンスというか、あれの問題なのかもしれないけど、基本的に人月計算になるじゃない、金額って。なるじゃないって言われてもあれなんだけど、まあ普通のサラリーマンとかと同じでね、サラリーマンってか IT 系のあれと同じで、この人が、何点何人分ね、稼働しておる期間がこれぐらいあって、これぐらいかかるのでっていう、こう額で決まっていくんだけど、あれをやっていくと、あとが機能を足そうぜっつって全方位にこう影響がかかるのをやろうとすると、それってもう1年分なんじゃないのみたいな、1年分っていうか新作分なんじゃないのみたいな、おえってやつになるわけというお話で、いくら払えばできるのかなっていうと、まあ、とりあえずポンと10億円分ぐらいいただければいいんじゃないかなと思います。そんな感じです。お便りいただきありがとうございました。